どうも、アワシンのハリキューマッサージのアンシンドです。今日は今回この洗いたてのこれもハワイ大学のニット帽です。ニット帽って何帽ってこんなに深くかぶんないよね。鉄火に持ってきちゃった抜け人のね、飴が50個溜まったんで鉄火に図鑑埋まったありがとうございます。鉄火にセミですねもう一個のタブレットのやつと、まあ、土にを交換したりしてね、4週目で雨が溜まりました。今日も一応服着替えてきました後ろにフィギュアが並んでますが、結構ね、土人を相棒にしてる人が多いですけどね。まあ、もう一回来週もらえるから、まあ、待てばなんとかなるだと思って、私はずっとコリンクをずっとつけて歩いてますけど、でムーマを、またなんですか、この石を使って、東園地方の石じゃない、関東地方の石なんですかすいません。ムーマーチ。2匹目の第4世代進化です。なんか魔女みたいですねこれ進化できないやつが結構いてね、ブーバーンとかね、ブーバーのやつ、雨足りないし、エレキブーも雨足りないんでちょっと困ってます。ムーマーチ、まあ闇カラスはね、いっぱいあるのですぐできるけど、それはまだ後でいいです。図鑑確認、その前に今日もビールです。最近ちょっと体重が減らないんで、ノンアルコールビールか喉越しゼロ、プリンターカットです。尿酸の薬で朝晩飲んでるんで、今まで痛風2度やったことあります。開業当初とちょうど10年後にやってます。それからはさすがにね、本当にちょっとひどかったですね。だいたい左足首がいつも腫れるんですけど、2度目も左足首腫れて、朝晩薬飲んで、まあ尿酸値はだから低いんですけど、今日はちょっとこの部屋温めておいたんで、今16度あります。今日もね、夜6時24分頃かな、九条通りの明け物でクレセリアレイド3回目やりました。この後ね、今2回目の時のクレセリア郵便局でやったやつが出てくるんですけど、全く何の参考にもなりませんので、7球ぐらいしかボールなかったし、一度も何もエクセレントどころか、ナイスも何も入らないんで、終わってしまいます。で、今日は、その時ね、なぜかね、タブレットの方が、まあ、私のスマホの Wi-Fi で繋げてるだけなんで、全然ジムに入れなくて、あっち行ったりこっち行ったりしてるうちに、そのうち真ん中のボタンが消えちゃって、モンスターボールのボタンが。正直もうレイド始まってしまって、なんとタブレットでできなくて、この時ですね、で自分でももう焦ってるもんだから、本当はバンギラス体制で行くのに作ってたんですけど、適当に選んでしまったやつで戦って、まあ人数はいたんでね、大丈夫だったんですけど、やっぱり2台でやった方がフレンドになってるから、ボールが結構もらえるんでね、今日は確か11個ぐらいもらえたんですけど、これ飲みながらやったらダメですね。こんだけも寒かったですね。昨日おとついかな、これやったの。最近郵便局に黒玉を出てやること多いですね。今日はちょっと隣だったんですけどね、その後もガラス館に出てたんですけどね、寒いから行かなかったですね。
もうちょっと2台タブレット重たいんでね、もう少しまだレベル29の10万もいってないけど、30いったん1つじゃないかもしれない、もうないんですよ。交換するときにアームもらえるから、もう気持ちが助かるから、セリアも実用的ではない、防御はこういうタイプだから、でもこれを使ったレゴ戦とかレオチースみたいな戦争なんで、その弱い武器を取ってみようかな。バックなんですよね、ストーンエッジなんじゃないですか、ちょっと見直したのか、インカミバンクの戦争だと、やっぱり1体目のインカミバンクの耐久性はすごいですね。バンビラスか、もう強いか、3匹ずつはある。まだ見えない。全然効果抜群が出なかったんで、やっぱカミカミが一番いいかもしれないですね。打ち落としストーンエッジ2番手に入ってしまったんで、でも全然ダメだったですね。でゲットチャレンジなんですけど、まあ見てもいなくてもどうでもいいです、それは。今日のやつもね、2回目でノーマルで取ってしまったんですけど、タブレットはやっぱ画面でっかいんで割とエクセレント入りやすいんで、エクセレント入ったけどそれは逃げられて、で2回目で入ったんですね。スマホは一発ゲットでだったかな。なかなかね、真ん中に行かないんでね、もうその間真ん中来るまでもう、ちょっと私の手袋がね、タブレット対応してないんで、本当はタブレット対応でコンビニに買ったやつなんですけど、全然やっぱり安物だったからダメみたいで、この間ユニクロで買ったやつをね、今度使ってみようかな。それはね、ユニクロで買うときにやっぱ試してみたんですよ。熱いやつと薄いやつとね、買ったんで、まだ薄いやつで大丈夫だと思うんで、帽子もこれぐらいじゃちょっと厳しいかもしれないね。海洋がやった1月を思い出しますね、やっと。あの時も手が冷たくても。回転させようとしたら、もう触ってポロンって前一回落とし、まあ落としちゃったりしますからね。ただね、この4本と1本のこの手袋も1個持ってるんで、ここから辺からパコッと開くんですよ。それだと割と助かるんですけど、まだそこまで履くとね、手が熱くなっちゃいそうだから、もっとね、雪が降ってきたら、もう水曜日にすごい雪降って、違う、木曜日か、木曜日に降って、その後寒いから溶けないんですよね。でもその様子もね、網走の街の様子も動画に撮ろうかなと思って、本業はハリキューマッサージ、安心堂です。ホームページ、安心堂 .com もよろしくです。安心堂は、最後、動画 DOW です。ポケモンの名前と同じです。フレンドコードも書いてます。ポケモン GO のページ、大好きなポケモン GO とか。あとは、あれですね、ハワイ、ファイターズ、劇団四季。まあ、いろんなページ、100ページ以上ありますんで、よかったら見に来てください。まあ、動画は最近ちょっとポケモン GO が8割方多いですけど、たまに網走の動画とか。まあ、写真を組み合わせた私の絵描いてる動画とかをね、載せてますんで。先月、今月はね、結構絵の動画も載せました。動画っていうか、写真をね、ずっと撮ってる、描いてる間3時間くらいかかるんで、まあ載せるわけにいかないんで。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。電話は 015-261-1189。LINE からも予約できますんで。よろしくです。ではまた。最後逃げられちゃいます。